こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon のカート取得の様子ですね。これのおさらいです。ホリデーシーズン、かなり売れます。かなり売れると言っても、カート取れないとですね、やっぱり乗り遅れちゃいますので、カートを取りやすいアカウントを作って、カートを取りやすいような出品をしていくことが大切です。で、まず、カート取得のですね、わかりやすい要素はセラーレーティングです。このセラーレーティングが悪くなってるとカートは取りにくいという状態になってます。無在庫販売を以前やっててね、キャンセルしちゃったとか、あるいは悪い評価をもらって消してないとか消せないとか、そういうのがあったらですね、アカウント悪い状態になってますんで、いい状態にしましょう。具体的にどうすればいいのかわかんない方はご質問ください。それと、そもそもね、小口アカウントにしてると、カート取れないです。カート取得は、プロフェッショナルアカウント、大口アカウントだけなんで、小口アカウントにして取り組んでたらですね、あんまり売れてないと思いますけど、これを大口にしてね、FBA を使うだけで結構売れてきます。で、なんといってもね、値段を下げるのが、カート取得の一番大きな要素だと誤解している方が多いんですけど、値段はそんなに重要じゃないです。絶対ではないです。もちろんね、カート取得の要素ではありますけど、絶対ではありません。それよりも、セラーレーティングをよく保つというのを心がけてください。それ以外にも、カート取得、実はね、読みにくいというか、なかなか皆さん気づいてない取得の要素があるんですけど、それについては、この先、会員限定動画、あるいはもしかしたらね、メルマガ登録していただくと、メルマガなんかでもお流しするかもしれないです。会員の方は見逃さないように。また、会員でない方はメルマガ登録してチェックしてください。結構ね、そのヒントはいろんな動画とかメルマガなんかで言ってます。で、そのものズバリはですね、ちょっと言うかどうかはまだちょっと、検討中ですんで、もしかしたら公表するかもしれません。